フリードリ・ヒキットラーフリードリ・ヒトラーは、ドイツの文芸、メディア評論家。ザクセン州ロホリッツに生まれる。1958年、家族が西ドイツに亡命。同年から1963年まで、バーデンビュルテンベルク州ラールのギムナジウムに通い、ゴフライブルク大学で1972年まで、ドイツ文学、特にロマン主義文学を研究する。この頃、 ジャック・ラカンやミシェル・フーコーの思想に大きな影響を受ける。1976年、コンラート・フェルディナント・マイヤーについての論文で博士号を取得。1984年にフライブルク大学に提出された教授資格論文、書き取りシステム1800.1900で教授資格を得る。以後1986年まで、 フライブルク大学のドイツ語ゼミナールで助手を務める。1986年から1990年までカッセルで行われたドイツ研究振興協会の文芸メディア調査に加わる。1987年にルール大学で現代ドイツ学の教授に就任。1993年ベルリン大学でメディア論と私学の教授に就任。同年、 カールスルーアートメディアセンターより、ジーメンスアートメディア賞を授与される。2010年現在、ヘルマン・フォン・ヘルム・ホルツセンター、およびその研究プロジェクト、ビルト・シュリフト・ツアールのメンバーだった。2011年10月18日、ベルリンで死去。68歳没。ありがとうございます。